ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、豊浜トンネル岩盤崩落事故、について解説していくぜ。崩落ってことは、トンネルが崩れたってこと？トンネル事故って生き埋めとかひどいものを想像してしまうんだけど、今回の事故もそうなのかしら？そうだな。この事故は被害もすごかったけど救助するまでの過程が大変だったんだよ。さらに、本当は防げた事故だったんじゃ。という声もあって、なかなかいわくつきの事故になっているぜ。聞くのが怖い気もするけど、どんな事故か気になるわね。じっくり解説していくから、しっかり聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。事故が起きたのは1996年2月10日午前8時10分、場所は北海道尻別市管内古平郡古平町にある豊浜トンネルだった。1996年ってことは、今から20年以上前の事故なのね。そうだな。この豊浜トンネルに巨大な岩盤が落ちてきて、トンネル内を走っていた路線バス1台と後続の乗用車1台、そして対向車線の乗用車1台に直撃したんだ。ひえー。それはかなりヤバそうね。どれくらいの人が被害に遭ったの？路線バスには18人の乗客と運転手が1人、後続の乗用車には1人、さらに対向車には1人が乗っていたぜ。このうち、助かったのは乗用車を運転していた女性1人だけで、残りの20人は全員亡くなってしまったんだ。たった1人しか助からなかったの。一体どんな岩盤が落ちてきたのよ。高さ70メートルで幅50メートル、厚さが最大13メートルで、体積が1万、1000立方メートルの岩盤だったぜ。そして重さは2万、7000トンと推定されていた。2万、7000トン？想像もつかない重さね。確かにそんな大きな岩盤が落ちてきたらひとたまりもないわ。そうだな。豊浜トンネルに落石した部分はトンネル巻き出し部、と言って、落石を防護する部分でもあったんだ。でも、そこを貫通してしまうほど落ちてきた岩盤が巨大で重かったんだよ。想像するだけで恐ろしいわね。それだけ巨大な岩盤が落ちてきたとなると、事故現場の状況はかなり悲惨だったんでしょうね。その通り。事故が起きた当初はトンネルがぐしゃぐしゃに潰れて、たくさんの瓦礫で塞がれてしまったんだ。そのため事故に遭ったバスと2台の乗用車が閉じ込められてしまい、安否確認すらできなかったんだよ。つまりは長時間生き埋めだったってことよね。それはかなり苦しかったでしょうね。苦しみは一瞬だったかもしれないぜ。亡くなった20名の死因は押しつぶされたことが原因の圧死。ほぼ即死だったと診断されたからな。乗用車は原型がわからないほど、ぺしゃんこになっていたし。ひぃ。路線バスの被害もひどかったぜ。3メートルほどの高さだったバスが、発見時には1メートルまで潰されてしまっていたんだ。乗客は10代の学生も多かった。積雪で登校時間が遅れないように、1本早いバスに乗ったせいで巻き込まれたという人も多かったんだよ。バスを1本早くしただけでこんなことになるなんて思ってもなかったでしょうね。そういえば、生き残った女性が1人いたわよね。怪我とかはなかったのかしら？幸い軽傷で済んだぜ。その人は当時のことをこう証言している。トンネルを走っていたら車の屋根に大きな岩が落ちてきて、フロントガラスがめちゃくちゃに壊れました。岩がぶつかって頭を打ったし、とにかく怖かった。本当に間一髪のところで助かったのね。そういうことだ。もしちょっとでも遅れていたら。ひぃ。怖すぎて考えたくないわね。それじゃあここからは救出までの経緯について解説していくぜ。豊浜トンネルの事故では、落下した岩盤のせいで中が全く確認できなかった。さらに落ちた部分から再崩落する危険性もあって、岩盤をどかさないと中に入ることすらできなかったんだよ。そうは言っても、かなり巨大な岩盤だったのよね。一体どうやってどかしたの？爆薬を使って岩盤を破壊する方法が採用されたぜ。だけどこれには大きな問題があったんだ。大きな問題。考えてみてくれ、霊夢。トンネル内の状況がわからないまま、岩盤を爆薬で壊すんだぞ。もしトンネル内に生存者がいて、岩盤の近くで救助を待っていたとしたら、爆発に巻き込まれちゃうじゃない。そういうことだ。つまり、慎重に使う爆薬の量を考えないといけなかったんだよ。かなり難しそうだけど、そんなこと一体誰が担当したの？国土交通省北海道開発局の小樽開発建設部と、要請を受けた現地の土木会社、北斎工業株式会社だな。事故が起きた午前8時10分の約1時間後には、現地での打ち合わせが始まったぜ。あら、
対応はかなり早かったのね。ただ岩盤が2万7000トンと巨大だったことと生存者がいる可能性から、できるだけ早い救出と安全性を考慮するのに時間がかかってしまった。翌日の午後4時25分にようやく1回目の爆破ができたんだ。1回目ということは、何度か爆破をしたってこと？そうだ。思っていたよりも岩盤が硬くて作業が難航したんだよ。さらに対策本部が現場に駆けつけた被害者家族の対応に追われていたことも、作業が遅れた原因の一つだな。そりゃあ、自分の大切な家族がまだ生きているかもしれないんだもの。一刻も早く救出してほしいと思うし、対策本部に押しかけたくもなるわよ。被害者の家族は現場に停めた車の中で寝泊まりし、救助の瞬間を待っていたぜ。ただトンネルの壊れ具合や、岩盤がなかなか破壊できないこと、さらに北海道の2月で積雪量がかなり多かったことなど、とにかく状況は最悪だった。そのせいでなかなか作業が進まなかったんだよ。現場で作業している人たちも一刻も早く救出したいと思っていたでしょうし、かなり辛かったでしょうね。私もそう思うぜ。苦心の末、ようやく4回目の爆発で岩盤をどかすことに成功した。そして事故発生から1週間後の16日に、やっと1人目をトンネルから出すことができたんだ。ああよかった、待って、でも、もうこの人は、最初に言った通り、今回の事故で助かったのは乗用車に乗っていた女性1人だけだ。爆破作業後に救助された20名は、すでに全員亡くなっていたぜ。なんてこと？岩盤をどかしてからも、救出作業は2日間続いた。この時の救出作業も本当に大変だったぜ。何せ押しつぶされた車を電動切断機で無理やりこじ開けないといけないし、トンネル内部には土砂やらがれきやらが大量に積もっていたからな。レスキュー隊や自衛隊も駆けつけて、救助が急ピッチで進んだんだよ。あれ、確か路線バスがぺしゃんこになっていたはずよね。これに乗っていた人はどうやって救助したの？バスは3メートルの高さが1メートルに潰れていただけじゃなく、巨大なコンクリートの塊がのしかかっていたんだ。だからコンクリートをどかしてから、バスの天井を切り開いて、ようやく被害者の救助ができたんだよ。本当に大変な作業だったのね。救出作業だけでなく、遺体の身元の特定も大変だったんだよ。何せ遺体はかなり損傷してしまっていたからな。ひえええ。それでも顔は綺麗な状態の人が意外にも多かったし、歯型や衣服など残っているものをしっかり検証して、亡くなった20名全員の身元が特定されたんだ。自分の家族が行方不明のままだったらやりきれないものね。亡くなってしまったのは悲しいけど、身元がちゃんと特定されたのはせめてもの救いね。さて、じゃあここからはこの事件の問題点について紹介しよう。実は豊浜トンネルの事故には、未然に防げたのでは、という声があるんだよ。え、それが本当だったらかなりまずいことなんじゃ。そもそも今回岩盤が落ちてきた最も大きな原因は、地下水が冬に凍ったり溶けたりを繰り返したことで岩盤の亀裂を深くしたから、と言われているんだ。要はどういうこと？前年に地下水が岩盤のわずかなひびに入って凍ると、春になったら溶ける。でも地下水は一定のリズムで流れ込むから、また冬が来るとひびに入って凍るんだ。これを繰り返すとだんだんひびが大きくなっていき、ついに岩盤が落下するほどの大きなひびになったんだよ。なるほどね。でも、だとしたらそんなところにトンネル作る方がおかしいんじゃ。その通り。そもそもここにトンネルを作ったこと自体が間違いじゃないか。というのが事故後指摘されるようになったんだよ。本当にそうだわ。何もそんな危ないところじゃなくても、絶対他にももっと安全な場所があったと思うわね。それだけじゃないぜ。1991年と1994年には事故の起きた現場の近くで、岩石が崩れたことがあったんだ。ええ、そうなの。この時崩れたのはかなり小さいものだったんだけどな。特に1994年は、北海道南西沖地震が起きた影響もあり、その後の地盤調査でも危険性が指摘されていたんだよ。あれ、でも、だとしたら事前に対策は打ってあったってことじゃないの。そう思うだろ。ところが、事件前には何一つ対策されず、放置されていたんだよ。何それあんまりだわ。結果、事故後に国土交通省北海道開発局の元幹部2名が安全対策を怠ったとして書類送検されたんだ。そりゃそうよ。ちゃんと対策してたらこれだけ悲惨な事故になることはなかったんだもの。悲しいけど、きちんと責任を取ってもらえたならよかったわ。そう思うだろ。ところがこれは不起訴処分で終わっているんだ。ええ。
なんで、なんで不起訴になっちゃったの？もちろん、事故で亡くなった被害者の遺族は納得いかなかったぜ。そのため道路の管理者である日本政府に対して、民事訴訟を起こしたんだ。そりゃ裁判も起こしたくなるわよね。じゃあ日本政府はちゃんと責任を取ってくれたのよね。いや、残念ながら微妙な結末になったぜ。判決では遺族に対する政府の賠償金支払いは命じられたものの、責任の所在ははっきりされなかったんだ。つまり、誰が悪かったのか、が明らかにならなかったんだな。いくらなんでもそれじゃ遺族の人たちは納得がいかないわよね。私もそう思うぜ。そもそもこの豊浜トンネルは実は2代目だったんだ。もともと1964年に開通した初代豊浜トンネルがあったんだけど、かなり複雑なルートで老朽化も進んでいて安全性に問題があったんだよ。より安全に通れるようにと作られたのが、この2代目豊浜トンネルだったんだ。それでもこんな大事故が起きてしまったの、なんだかやりきれないわね。事故後この豊浜トンネルは一時閉鎖されていたけど、事故から10ヶ月後の1996年12月には復旧して通れるようになったぜ。それは良かったわね。でも大変な事故があったトンネルだし、通りたくない人もいたんじゃないかしら。そうだな。でもこの豊浜トンネルはもともと通行量も多かったし、仕方なく使われていたんだよ。ただ現場の状況が見直されて、もっと安全なルートで通れるように新しいトンネルが開通したぜ。よかったわ。じゃあこれでやっと安心して行き来ができるわね。2000年12月には別ルートに現在の豊浜トンネルが作られ、事故のあった旧ルートは閉鎖されたんだよ。なるほどね。じゃあ今は、事故現場に行くことはできないのね。周囲が切り立った崖になっているから、船を使わないと近づけないな。って、そもそも事故が起きたところに行くなよ。危ないだろ。でもその後が気になるじゃない。防災記念公園ができていて、慰霊碑も設置されているんだ。だから気になるならここを見に行くといいぜ。事故当時のことがわかる展示コーナーもあるから、興味のある人におすすめだ。あら、それはぜひ一度訪れてみたいものね。でも二度とこんな事故が起きないことを願うばかりだわ。そうだな。ちょっとの異変であっても事故が起きそうなところがあれば、事前に対処する姿勢がとても大切だな。大事故が起きてから対処するのではなく、早めの対応が必要だぜ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。